百州武道具店の動画面あり。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか。もうごめん、最初に言っときます。今日の話はっきり言ってつまんないです。なんでつまんないか、細かすぎてつまらないんですよ。なんだけど、審判上手な先生っていうのは見ててやっぱり綺麗だよね、やってるのがね。でそういうのはやはりね、細かいところがきちっとしてるから審判が上手なんですよ。審判機の握り方は、ここの柄の部分ですね。この持つところが、こうやって手からはみ出ないように、きちんとこの手の中に収めてやります。こうやって持ちます。そして審判機は必ず右手で持って、ここのビラビラ、こういうビラビラしないように、一本指か二本指で、ここを押さえておきます。ビラビラしないように押さえておきます。そしてそのまま体の真横、体側につけます。そして審判機をほどくときには、まずは片手の上に乗せて、端を持って、この柄を回すようにして、丁寧にほどいていきます。そして持ち替えます。やってはいけないのはこのぐるぐるですね。ぐるぐる、こうやってほどくやつ。これはやってはいけません。そして審判機の巻き方は、まず白を一回くるんと回しておきます。少し回しておきます。そうするとほら、白の方が短くなるでしょ。白の方が短くなるでしょ。そして白を内側に、赤を外側に、これ今横巻きやってますけども、丁寧に丁寧に巻いていきます。そうするとほら、最後に白が見えないでしょ。きっちり白が見えない。これで持ち替えますと。そしてやってはいけないマナーとして、審判機っていうのは大事なもんです。だからこれを人を呼んだりする時のこうやって指示棒みたいに使ってはいけません。立ち方も決まってます。審判員の立ち方っていうのは、背筋をまっすぐ伸ばして、かかとは軽くつけて、つま先は開きます。そして、審判機は人差し指をまっすぐ伸ばして、このズボンの縫い目、ズボンの縫い目にピタッと合わせるようにして立ちます。そして、旗の上げ方なんですけども、まず、面ありとか小手ありっていうのは、主審だけが行います。その上で旗の上げ方なんですけども、旗の上げる角度というのは、45度です。45度。これが高すぎると逆に見にくいです。45度ぐらいが一番見やすいです。それで一つポイントがあるんですけども、まっすぐ腕を伸ばしたい時には、ここの人差し指あるでしょ、人差し指を中心になるように少し内側にひねるんです。内側にひねります。そうするとまっすぐ掲示することができます。この内側にひねるをやらないとこうなっちゃうんですよね。ここで立っちゃいます。必ずちょっとひねる、ひねるとまっすぐ綺麗に見えます。悪い例として、審判機を45度ではなく、真上に上げてしまう人。これは、自分でも旗が見にくいです。必ず45度にしましょう。次は、腕とか肘が曲がっちゃって、こういうだらしない上げ方になってる人。これも良くないですね。ピシッと腕や肘は、まっすぐ伸ばしましょう。そして最後に旗の上げ方が、1、2、なる人。旗は、1拍子で上げます。旗を上げるのに、1、2っていう風に2拍子になってはいけません。必ず1拍子で、さっと自然に上げます。そして、やめの時には、両腕を平行にまっすぐ上に上げます。これがやめの姿勢。悪い例として、横から見た時に、前に行ってる人、もしくは腕が曲がってる人、もしくは広がっちゃってる人、これはやめじゃないです。いかがでした？今日の話はめちゃくちゃ細かかったと思います。旗の取り扱い方、上げ方。でも、これから夏に向けて試合のシーズンが始まります。審判やらないといけない人、ぜひ見直してみてください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。